辺境の小さな村で綴られる自称王子の姫様と国境警備隊の物語で好評だったプリンセスフロンティアが追加要素満載となってプレイステーションポータブルに登場。長い下積みを経てようやく騎士叙任となった主人公リュウ・ドナルベイン。ところが理想の人生のスタート地点である任官式典でお姫様をわしづかみにしてしまい、反理想的な人生へ華麗にドロップアウト。左遷先は空気が甘いことしか取り柄のない辺境の国境警備隊。そんな平和な辺境に左遷の原因となったあのお姫様がやってきたから、さあ大変。しかもこのお姫様超美少女なのに自分は男に戻りに来たと言い出したからもう大変。さらに隣の国のお姫様までやってきて大騒ぎ。トラブル続発のファンタジック田舎生活の始まり始まり。テクスフォルト王国第四王女自称王子のアルエ。何としても僕は男に戻るんだ。国境警備隊唯一の兵士、天然村娘のロコナ。不詳ロコナ、お役に立ちます。超エリート神官レッツ。よく左遷程度で済んだものだ。ゴシップ好きのトラブルメーカーミント。大儲けの匂いがしますな。前作恋する乙女と守護の盾で好評だった直前の選択肢に戻られるターニングポイントに加え、バックログから好きなところに戻られる機能を搭載。アクセルお得意のデフォルメカットインも盛りだくさん。そして皆さんお待ちかねの新ヒロイン、トランザニア王国第十二王女モニカ。どうしても案内したいって言うなら付き合ってあげてもいいけど。モニカを護衛する女騎士ウィルマ。たとえ全てが敵に回っても私だけはモニカ様の味方でございます。花ばかりで美しさが霞んでしまう。そこでトランザニア国王。お前が出てくるべき場所ではない。原作ファン待望の完全新作アルエグランドルートを追加。もちろん追加 CG は書き下ろし。さらにあれ、あなたは誰かに似てても気にしないで。必要以上に空気がうまくて緑が豊富すぎる場所。そんな左遷先の辺境で二人のお姫様に囲まれた心温まるファンタジック田舎生活。プリンセスフロンティアポータブル2011年4月7日発売予定。初回限定版は大ボリュームの豪華3点セット。予約特典はちょっとツンツンしているツンツンクリアキーホルダー。あ、隊長、初回限定版の予約に行くんですか？一番近いお店はこの道をまっすぐ3日行くとありますよ。モンスターに気をつけてくださいね。アクセル。アルケミスト。